お前キモい声出してんなよ、お風呂で。パパのエッチー。お前らお風呂で何やってんねん。今日はお風呂で私のシャンプーだよ。シャワーがとってもあったかいんだから。あったかいんだからってなんかお前聞いたことあんぞ、そのセリフ。今日はね、クインちゃんシャンプーしてからね、ホームセンターに行ってくるの。でもボス君はお留守番しといてね。なんでお前また僕だけお留守番やねん。都立美容技科、都立美容技科。ちょっとあんたどこ見てんのよ。お前全然話聞いてないけどめっちゃ懐かしいやんか。めっちゃ懐かしい CM お前よう覚えてんな。で、なんで僕置いていくねん。実はね、みんな聞いて、ボス君には内緒だよ。ボス君のシャンプーの予約をしに行くの、私とパパで。うわ、どうしよう、僕聞いてしまった。知らんふりしなあかんやんか。ボス君のシャンプーの予約って言ってもトリミングじゃなくてセルフでするとこだよ。場所を借りてセルフでね、パパがシャンプーするんだよ。初めて使うんだ。みんな動画楽しみにしていてね。うわ、めっちゃプレッシャーや。僕聞いてしまったやんか。聞こえてるし、もう声しっかりお前聞こえへんように言えてもどんな反応したらいいかわからへんやんか、僕。あ、ボス君なんか聞こえた？別に何のこと？うわ、あいつ白子。あいつ絶対聞こえてたのにとぼけとる。あいつほんま白子やつやな。でもね、シャンプーしてね、ボス君のシャンプーってほんと大変なの。とりあえず3時間の予約をしといたけど、乾かしきれるか心配だな、私。あと、私も心配だからついていくの。ついていってる間はボス君がシャンプーしてるのをずっと見とくんだよ。あと、明日シャンプーしに行くんだけど、すぐに編集できるかわからないから、シャンプー動画はひょっとしたら、2、3日後になっちゃうかもしれないけど、みんな、楽しみにしていてね。今から行くよ。予約しに行くよ。ってことは、僕明日シャンプーされるのか。しかもシャンプーしに行くってことは、車に乗ってお出かけ。わー、なんかワクワクするな。ほら、ワクワクすっぞ。みんなチョコにしちゃうぞ。でもこれドラゴンボールやんか。何オラワクワクするぞって、僕ワクワクとかオラとかそういう言葉僕あんまり使わへんちゅうねん。もう予約もちゃんとできたことやし、とりあえず3時間の予約でボスくん頑張ってシャンプーしようね。で、今からとりあえずテク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 お散歩行ってお家に帰ろうかな。なんか僕緊張してきた。明日シャンプーって聞いて緊張してきた。トイレ大丈夫かな？トイレちゃんと済ましてから行かな。漏らしたら僕恥ずかしいからな。あいつ、シャンプーしに行って、クソ漏らしたらみんなに言ったろ。うわ、どうしよう。クインちゃんの心の声まで聞こえる。そんなんみんなに言われたらもう僕恥ずかしくてお散歩とか行けへんくなってしまう。ボス君、シャンプー中にクソちぶりましたって。もう緊張してきた。緊張してきたらもう、お腹が。ほら、ボス、お前、夕方の6時に変な編集するな、お前は。もう汚いな、お前。でも、食事中の方もうすみませんね。うちのボスがもう、ほんまにもう申し訳ございません。1000円ちょうだい。1000円ちょうだい。うわ、お前それ、ホロ、お前、ちょっと昔に TikTok でさ、ちょっとあったやつやろ、お前、ホロいネタばっか持ってくんな、お前もホロい人間やな。何がホロい人間やねん、お前、私、お前、変身やぞ、お前、バカにしてるやろ。ねえねえ、パパ、後でマリつきしよう。マリつきってあいつ、ほんまホロい人間や、マリつきしようって。もううるさいね、ボス、ほっといて。いいもん、帰ったらパパとゲームするもん。パパ帰ったらゲームしような。なんやお前ゲーム持ってんねや。何のゲーム？スイッチとかプレステ5とかすんのか？違うよ。カゴメだよ、ボスくん。カゴメしようね、帰ったらパパ。お前ゲームってテレビゲームじゃなくてカゴメのこと言うてた？おう、そうだよ。カゴメとか、他にもおしくらまんじゅうとか、めんことかこましたりして遊ぶんだ、いつも。どうせお前テレビゲームも持ってないの？テレビゲームとか持ってないのかお前。パパがね、テレビゲームとかはしちゃダメっていうの。お目目が悪くなるし悪影響だからって。へえ、まあ人それぞれ違うからな。僕はな、だいたいプレステ5とかスイッチとかいろいろしてるよ。どんなゲームしてるやろ ?COD とか、あとは、グラセフとかかな。グラセフって、ボス君それ、18歳以下したらあかんゲームやんか。鉄砲持ってバンバンしたり、車盗んだりするゲームやろ。そんなゲームしたらボス君悪影響やで。全然悪影響ちゃうよ。うわ、怖っ。ボス君めっちゃ影響されてるやんか。もう笑い方怖すぎやって、ボス君ほんますぐ影響されんねんから。怖っ、クインちゃんもめっちゃ影響されてるやんか。怖すぎやろ、クインちゃんの笑い方。全然怖くないよ。普通の笑い方だよ、ボス君。白雪姫っていうおとぎ話を見ていて覚えたんだ。白雪姫でそんな笑い方のシーンあったかな。あったあった。冷たい。なんか急にめっちゃ返事冷たいやん。適当やな、クインちゃん。もっとなんか感情込めてさ、喋ってよ。ボス君、今日帰ったら一緒にお散歩行こうね。違う違う、なんか感情の入れ方がおかしいって、それにしてもお散歩楽しそうやな。なんかクインちゃん痩せた？後ろから見てると痩せてるよ。ちゃんとドッグフード食べないとダメだよ。ああ、今日も朝のドッグフード残してしまった。トッピングない日は残してしまうねん。もう私あかんわ。ああ、ジビエか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 缶詰がないと。ジビエか、ジビエか。もうジビエばっかやんか。ジビエの中毒性やばいな、ほんまにお前も。ドッグフードだけで昔は食べたりしてたねんからさ、もう缶詰でもいいから食べろよな。まあな、美味しいもの食べたら、やっぱりね、味のないものってなかなか食べにくいよね。ねえパパ、ねえパパ。お前パパを強調しすぎやろ。なんかもうまるで味の濃いもんばっか食ってるみたいな言い方すんなってくんよ、お前。お前パパ、それでもお前の飼い主やぞ、お前な。ちゃんと敬意を払え、敬意を。もう分かってるってば、ボス。こういう時だけお兄ちゃんずらしんといて、ほんまにもう。もうお兄ちゃんなんかいらない。お兄ちゃんなんかいらない。私、可愛い弟が欲しかった。それだけは言うたらあかん。それだけは言ったらあかん、クインちゃん。それだけは言わんといてほしかった。もうお前また野々村議員さんみたいになってるって、お前もうあかんってば、お前もうそれや